村のみんなには俺みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。しかし俺は天才だった。立体起動装置もすぐに扱えたしな。天才ね。よく言うぜコニー、立体起動術はかなりのもんだが座学はいまいちじゃねえか。それにコニーはたまに作戦を誤認していることがある。そういうミスは危険。もううるせえ。そこら辺はこれから何とかするんだよ。お前からも何か言ってやれ。コニーにあんまり調子に乗られても困るだろ。おお、お前は分かってくれたか。やっぱ俺天才だよな。うんうん、よし見てろよ。いつか必ずお前ら全員に俺が天才だと分からせてやるからな。はいはい、好きにしろよコニー。能力を高めるのは悪くないけれど、あなたはどう思う？だよな。俺を分かってくれるのはお前だけだぜ。応援よろしくな。ジャンもミカサも後で吠え面かくなよ。見てやがれ。やってやる。感謝する。油断は禁物だ。
ばらく何も…あはは、すごい。やれやれ。どの任務を引き受ける？戦闘開始ね。さあ行くわよ。終わりだな。救援要請か。俺が行こう。片付けをしっかり頼むぜ。後から来てくれりゃいい。私も行く。相手になるよ。よろしくな。しっかり頼むぜ。任せて。人類の勝利のために。人類は巨人になど屈しない。次だ。さあ始末してやる。苦戦してんのか。言ってやらないとな。やるよ。しっかり頼むぜ。よろしくな。了解。せ。こんなもんか。拠点はここだね。ありがとう。助けられちゃったね。こんなところで死なれても困りますからね。討伐完了。片付けよう。相手になるよ。しっかり頼むぜ。任せて。戦闘開始ね。さあ行くわよ。こんなもんか。やるよ。よろしくな。分かった。ここは次だ。助けよう。あの巨人なんか面白そう。しっかり頼むぜ。了解だ。こんばんは。相手になるよ。
始末してやる。